こんにちは。今日はちょっと違う角度から動画をお届けしています。先日はアニメコミックの動画をご覧いただきましてありがとうございます。こちらはですね、ミニチュアのまた作ってしまいました。今回はこちらの机、100均のセリアで買った木材を切って机を作ってみました。これはもともと100均セリアさんにあった椅子を買って揃えました。でこちらは麻ひものアマリートを買ったので、アマリートをカゴのように編んで、でこの造花を刺しました。で、こちらの豆本は折り紙で作っています。これももちろん木材を角材を切って作りました。1枚花瓶を作っています。でこちらの場合は桜の花びらの編み方ではないですけども、同じくミータンゴさんの作家さんからそのお花のモチーフの編み方 の4枚花瓶バージョンを作って、で12枚ニットボールに縫い合わせたアジサイです。やっぱり12枚小さいゴシゴシと刺していったので、より球体に近い感じに仕上がりました。8枚だとちょうど図形の形になると、正八面体ですかね、三角形が8枚こう、ちょうど明板のような形の図形を思い起こしていただいたらいいんですけども、その感じにちょっと8枚合わせて作っています。こうやって1234で、こちらも1234と合わせています。でもこれでも十分に遠目から見ると桜の花手まりのように仕上がったので、結構気に入っています。はい、以上ハンドメイド作品の小物アイテムの紹介でした。最後にこちらのモチーフの動画をご紹介してくださったミータングさんに感謝です。サンキューベリーマッチ。